前回しを取りに行って左四つになりました。これ霧馬山の体勢ですが、出ていくのは霧馬山、先に上手です。踏み込んで出ながら上手を引きました。さあこれはこうなるとちょっと平戸に勝手が悪い。今真っ赤に行くしぶとい平戸海、霧馬山の上手は一枚回しです。少し伸びてきました。右をもう一度巻き替えたいのが平戸海だと思いますが、それを許したくない霧馬山、許さない。密着させました、寄り切りました。霧馬山9勝目、9勝2敗霧馬山9勝目を挙げました。さすがに、まあ、若手新鋭有望株の平戸海ですが、左四つになっては歯が立ちませんでした。それでも健闘はしました。ちょっと霧馬山も左四つでがっちり捕まえましたが、慎重に行きましたかね。どうですか。これは慎重に行ってましたね、うん、何度か平戸海が巻き替えにかかろうとしましたけども、はい、その巻き替えを最後まで許しませんでしたよね、うん、この辺の厳しさね、どちらかというとこうせっかくいい形になっているのに取りこぼしがないようにというような、ね、はい、イメージが私には伺いましたね、うん、そうですね。今日は形を作った上で、まあ、石橋を叩きながら慎重な攻めを見せました霧馬山です。無謀に出なくてもいいと思います。こうやって相手強いですから、相手も力をつけてきていますから。一枚回しだった点もありました。下手も取れていませんでした。まあしかし平戸海にしてもこうしてね、いい経験ではないですか。いや、こうやって、ね、力のある力士と対戦していくことでまた次が見えてきますしね、はい、もう若手は当たっていくだけのでいいので、うん、これがまた平戸海の、ね、これからの糧になっていきますから、うん、そうですね、まあ、優勝争いからは平戸海も脱落と言ってもいいと思いますが、霧馬山9勝2敗明日霧馬山は大関貴景勝との対戦。そしてもう終盤は霧馬山ももう大変な力士と、対戦が続きます。まだ照ノ富士と対戦していませんし、それから豊昇龍とも、上位陣では対戦がありません。明日は貴景勝です。いや、ひょっとしたら霧馬山、朝乃山あたりとも組まれる、まあ、組む可能性も出てくるかもしれません。